クヨです。アオイだぜ。ふわー、あくびが止まらないわ。どうした寝不足か？実は最近始めたネットゲームが面白くて10時間以上連続でやっちゃったのよ。この後もまた少し寝たらまたやろうと思ってるわ。ゲームに熱中するのもいいが、あまりやりすぎて廃人や依存症にならないようにな。明日は普通に外で用事もあるし大丈夫よ。それならよかったぜ。最近はゲームのやりすぎが世界の国々で大きな社会問題になっている。しかも、その中にはゲームのやりすぎで亡くなった事例まであるんだ。え、ゲームをやっていただけで人が亡くなっちゃうの？よし、それじゃあ今回は健康にも甚大な被害を及ぼすネトゲ廃人の闇について紹介するぜ。行ってみよう。まずは最初にネトゲ廃人とは何なのか改めて説明をしていこう。お願いするわ。ネトゲとはネットゲームの略で、ここでは主にネット上の知り合いと複数人で遊ぶ。オンラインゲームのことを指すぜ。日本だとネクソンのメイプルストーリーなどから、一般にも名前を聞くようになっていったネトゲだが、20年前には家にいながら世界中の人と一緒に、ゲームができるということでとても人気になった。今でも SNS にのめり込む人がたくさんいるし、20年前には本当に衝撃的だったわ。しかし、あまりの人気ぶりから一部の人はゲームに熱中しすぎてしまうことがあるんだ。それがネトゲ廃人ってことね。その通り。しかし多くの場合で廃人と呼ばれるのは、ただゲームにハマっているだけではなくて、自らの生活に支障を出してしまっている人のことを言うぜ。この前解説してくれたソシャゲの闇の動画で月に数百万課金しちゃうような人も立派なソシャゲ廃人ね。こうしたネトゲ廃人については定職に就かないニートなどと合わせて昔から社会問題にされていた。でも最近ではネトゲ廃人になる人たちの傾向が変化してきたということで新たに警鐘を鳴らされているんだ。え、そうなの？ぶっちゃけたことを聞くがつくよはネトゲ廃人って聞くとどんな人を思い浮かべる？主に容姿とか。あまり言いにくいけど太ってたり清潔感がなくて女性に縁のなさそうな男性って感じかしら。実際、多くの人がネトゲ廃人と聞いて最初に思い浮かべるのは別称としての意味が強かった頃の、オタクと呼ばれていた秋葉系の人たちだろう。でももうその認識は古いんだ。じゃあ今はどんな人たちがネトゲ廃人になっているの？最近のネトゲ廃人の属性は本当に10人といろ。ゲームに熱中して不登校になった中高生。職場よりもゲームに居場所を見つけた社会人、子供や配偶者をないがしろにする夫も含めた専業主婦。など様々だぜ。え、専業主婦も廃人になってしまうの？ああ、ネトゲ廃人になってしまう特徴やきっかけとして一番多いと言われているのが、家にいる時間が長いことだ。学生なら午前は学校に行っていても夕方以降は自由に遊ぶことができる。専業主婦も家事で余った時間に初めて一日中やり続けてしまう。社会人は時間ないんじゃない？社会人の場合には休職期間中にハマってしまうことが多いみたいだな。他にも睡眠時間を削って、やり続けることで仕事に支障をきたしてしまい、安らぎを求めてさらにのめり込んでしまう場合もある。そして最後は仕事そっちのけでゲームに没頭しちゃうのね。こんな感じで今では以前からのゲームへの興味とか関係なくいろいろな人がハマってしまうんだ。どんな人でも気をつけなければならないわね。ネトゲ廃人という本を出版して実際に多くのネトゲ廃人と会ったことのある足崎治さんのインタビュー記事ではマスコミはネトゲ廃人に対してステレオタイプなオタクのイメージを押し付けすぎていると語っている。確かに最近ってプロゲーマーもビジュアルいい人が多いわ。でも実際に足崎さんが会った中にはサッカーや水泳などを楽しむ少年やフェリス女学院大学を卒業して社長秘書をしている30代女性などテレビ報道では出てこないような人も多くいたというぜ。それだけ充実している人たちがどうしてゲームにのめり込んでしまったのかしら。インタビューの中ではまずネットゲームはただの遊びでゲーマーは落ちこぼれという認識が間違っていると言っている。ネットゲームは一人用のゲームとは違って多くの人とチームを組んで敵を倒すことが多い。そのためには仲間同士で会議をして作戦を立てることも多く、本当に社会に適合できないような協調性のない人にはできないと言っているぜ。確かに。ネトゲでしっかり攻略をしようと思うとギルドとかクランに入るのはほぼ必須だもんね。中には本当に素晴らしいリーダーシップを発揮する人たちもおり、これを社会で活かすことができればと思えるほどだというぜ。社会ではできないのにネトゲではできる理由って何かあるのかしら。やはり、実際に人前に出るかどうかというのは大きいだろう。周囲を指揮する能力があることと、いきなり大勢の前に出るのが苦にならないのは別の能力だ。いいアイデアが浮かんでいても、それを大勢の前で言うのは勇気がいることだわ。他にも会社ならすでに人間関係や上下関係ができていて入って数年はリーダーシップを
発揮する場がないこともある。そのうちにせっかくの才能が日の目を見ることなく枯れていってしまうんだろう。そう考えるとネトゲは社会とは違うアプローチで才能の測定ができる方法とも言えるわね。そうだな。いろいろな状況を簡単に作ることができるゲームだからこその利点だと思うぜ。ネトゲーのイメージが一気に変わったわ。でもやはり人生を台無しにしてしまうほど没頭してしまうのはよろしくない。しかもこういった問題は日本だけではなく世界的に広がっており、人が亡くなるような事件も起きているぜ。そういえば以前にもゲームが原因で喧嘩になったり、外国だとゲームで負けた腹いせに家にスワットを送り込むいたずらをするとか言っていたわね。それもゲームに没頭しすぎた人たちが起こした事件だな。でも今回はもっと依存症にスポットを当てた事件を紹介していくぜ。依存症にスポットを当てた事件ってどんなものなのかしら。一つ目は2002年の韓国で24歳の男性が亡くなった事件だ。この事件の驚くべきところなのは、この男性は誰かと揉め事などになったわけでもなく本当にゲームをしていただけということだ。じゃあ、闇のゲームでもしていたの？なんとこの男性は86時間連続でゲームをやり続けたことで亡くなってしまったんだ。86時間、それって何日よ？ 3.5 日ぐらいだな。まさに三日三晩といった感じだ。この男性は韓国のクワンジュ市に住んでいた男性で、ネットカフェでゲームをやり続けていた。それはネットカフェ代もすごいことになりそうね。男性は本当に最低限のタバコ、食料、トイレの時以外は立ち上がらなかったらしく、亡くなる1時間前にはトイレで倒れていたにもかかわらず、ブースに戻ってから再びゲームをやり始めたそうだぜ。それはもう何かに取り憑かれてるわ。これは2002年というかなり早い時代に起きた事件として世界的にも注目されたぜ。さらに世界では他にも類似の事件が何件も起きているんだ。他にもあるの？他には2015年にロシアで17歳の少年が2000時間以上のゲームプレイの末に亡くなってしまったぜ。2000時間、桁違いじゃない。まあ、さすがにこれは連続ではなくて1年半の累計だ。この結果から少年は1日に平均で 6.5 時間以上をゲームにつぎ込んでいたことになる。学校から帰ってきてパソコンに張り付きっぱなしだったのかしらね。その少年は一時期足を骨折して療養をしていたそうだ。それで家からほぼ出れない22日間を全てゲームに費やしてしまったぜ。まあ、家から出れないとやることも限られちゃうもんね。先ほどの男性とこの少年の亡くなった原因はエコノミークラス症候群。あ、聞いたことある。これは長時間椅子に座るなど同じ体勢で居続けると血行不良から血液が固まって肺の血管を塞いでしまう病気のことだ。もともとは飛行機や車での長距離移動の時に気をつけなければいけない病気だぜ。だからエコノミークラスって名前なのね。これは他にも食事をしていなかったり水分を取っていない時にもなりやすい。まさに今回の二人もゲームに集中するあまりに食事や水分補給をしていなかったのが原因だ。逆にエコノミークラス症候群にならないようにするには水を飲んだり、血液が詰まらないようにすればいいのね。具体的には 1、2時間に1回は椅子から立ち上がってストレッチをしたり足を揉んだりするのがいいぜ。そういえば日本で有名なプロゲーマーでも同じようなことになって話題になってなかった？もしかしたら釈迦さんのことかもな。釈迦さんはデトネーターというチームに所属していた元プロゲーマーで、今では日本トップレベルの人気を誇るストリーマーだ。FPS 系のゲームのイベントとか見ているとかなりの高確率で出演しているわよね。プレイヤーの後はタレントとして活躍するっていう理想的な経歴だと思うわ。この釈迦さんは一部では配信モンスターなどと呼ばれるほどの人で、毎日のように数時間以上の長時間配信をしていることで知られている。配信サイトを覗くといつも何かしらやっているイメージ。そんな釈迦さんだが、2020年6月の夜に同じプロゲーマーチームの仲間と配信中に体調の異変を感じ始めた。そしてトイレにでも行ったら解決するかもと仲間に一度離席すると言ったんだ。長時間の配信をしてるとトイレ行くタイミングも難しいわよね。しかしゲームを切りのいいところまで進めている途中で、やべ、ちょっと待って、なんかやべえ、と言ってキーボードに伏せるようにして倒れてしまったんだ。釈迦さんはどうなってしまったの？幸いにも釈迦さんは30秒ほど意識を失っただけで起き上がることができ、少しだけ呆然とした様子だったがすぐに元気を取り戻していた。それは良かったわ。この切り抜きは人がゲームのやりすぎで倒れる怖さがリアルに映っているため、長時間のゲームが習慣になってしまっている人には一度見ておいてほしいぜ。釈迦さんは軽症だったし仲間と連絡を取りながらだから良かったけど、これが一人の時に起こったらと思うと怖すぎるわ。みんなも気をつけてね。また最近のゲームの社会問題で言うと、スマホを操作しながらの運転も問題になっている。
たびたびテレビで事件にもなっているわね。その中でも一つ有名なものを紹介しよう。2022年5月に愛知県名古屋市西区の県立高校教師、当時46歳がスマホゲームをして交通事故を起こした。高校教師が何やってるのよ。この教師がやっていたのは人気スマホゲームのドラクエウォーク。これはいわゆるポケモン GO のドラクエ版と言えるものだ。外を歩き回ることでモンスターが出てくるのね。数年前にリリースされていたポケモン GO では運転中のプレイ規制などが実装されていたが、後発のドラクエウォークはまだ少しマイルドなもので、少しスピードを落とすとプレイを続行できるなど抜け道があったらしい。交通事故ってことは被害者がいたんでしょ？相手はどうなったの？相手の人は会社員男性、当時55歳で自転車に乗っていた時に跳ねられたことで亡くなってしまったぜ。うわぁ。状況から言っても横断歩道を自転車で渡っているところに乗用車で交差点に侵入したという、10対0の状況だったそうだ。こういったことから裁判では、通常の交通事故とは一線を画す事故で一人の命が奪われた結果は重大だとしたぜ。しかも理由がゲームをしてたことだもんね。それも当然大きな論点になった。検察側の調べから運転者は普段から日常的にゲームを操作しながら、運転していたことも発覚している。ただ一方で弁護側は、今回の事故は典型的な前方不注意によるもので、ゲームに気を取られていたことは事故の原因に直結しないと弁解をした。もはや事故の責任どころか前方不注意とゲームのプレイをしてたのは認めてるわね。多分弁護側は今回のような前例の少ない事件特有の刑の重さのブレを心配しているんだろう。だから犯人の非を認めながらも、せめて通常の交通事故と同じ扱いにさせようとしているんだと思うぜ。第三者からしたら姑息な手段にしか見えないわ。結局、検察側は懲役3年6ヶ月を求刑しており判決は3月15日に出るとなっている。現段階ではまだ出ていないからみんなも結果は調べてみてくれ。ぜひ厳罰にしてほしいわね。次はネトゲに依存しすぎるとなぜ命に関わるのか健康問題について説明していこう。エコノミークラス症候群以外にも何かあるの？一番大きなものが極度の覚醒状態だ。極度の覚醒状態ってどういうこと？覚醒状態っていうのは目が覚めている状態のこと。さらに言うと常に脳が興奮していて休まらない状態のことだぜ。ゲームのやりすぎで興奮するのがダメってこと？みんなも当然知っていると思うが、脳というのは使えば使うほどに疲労やダメージが蓄積されていって思考能力が低下していく。そして通常ならば生き物はその疲労やダメージを回復するために睡眠をとるんだ。一日体を動かさなくて身体的に疲労はなくても絶対に眠気は襲ってくるわよね。これが生き物としての正しい流れなんだが長時間やっていると流れが狂ってしまう。これはゲームが発する激しい光の明滅によってアドレナリンなどのホルモンが分泌され、脳を常に興奮状態にしてしまうからだ。確かにゲームってピカピカ光るけど、そんなに影響のあるものなの？液晶やらゲームやらの光なんて自然界にはないイレギュラーなものだからな。ゲームの光を見すぎて極度の覚醒状態になってしまうと脳がいつもよりも疲労やダメージを感じにくくなる。つまりは自分はまだ疲れていないと錯覚してしまうんだぜ。疲労を感じにくくなるって聞くだけだととても便利そうなんだけど。これはかなりの問題だぜ。生き物における疲労や痛みというのは体からの SOS だ。それを感じられなくなるということは現在迫っている危険を正常に判断できなくなるということになる。なるほど。実際に先ほど話したゲームのやりすぎで亡くなってしまった人たちも極度の覚醒状態で、自分の体の状態を正確に判断できなくなってしまった結果、不意に体の限界が来て倒れてしまったんだ。それで釈迦さんみたいに急に倒れ込んでしまうのね。これを回避するにはやはり数時間に1回、10分でもいいから休憩をして液晶から目を離すことだ。本当なら10分間は目を閉じて完全に休ませることが理想だぜ。最近なら電源式のアイマスクが、1回の稼働が20分ぐらいだから無理やり目を閉じておくにはちょうどいいわね。他には普段のプレイの時にもブルーライトカットのメガネをかけると多少だが、ダメージを和らげることができるだろう。特にブルーライトは夜に浴びすぎると不眠の原因にもなってしまう。好きなみな言葉だが寝る前にはゲームやスマホを見るのはやめた方がいいぜ。それができたら苦労はしないって画面の向こうのみなが言っているのが聞こえるわ。さらに長時間部屋にこもってゲームをしすぎていると体内時計もおかしくなってしまう。一日中ゲームをやってる時って太陽の光を浴びずにずっとゲームの光を浴びてるもんね。そう。それによって体が昼なのか夜なのかを勘違いしてしまうんだ。別に体内時計が狂っても問題はないように思えるかもしれないが1989年に行われた実験で恐ろしい結果が出ている。どんな実験なの？
これは宇宙空間で快適に生活するためのデータを取るという実験で、ある女性が太陽の光が届かない地下で4ヶ月間生活をするものだった。うわ、それを聞くだけで辛そう。結果だけを言うと、この実験によって女性の体内時計は完全に壊れてしまい、まともな社会生活をするのが困難な状態になってしまった。一体どうなっちゃったの？実験後の女性は脳や体への疲労とダメージに鈍感になり、体の感覚だけで肉体の限界や、時間などが把握できなくなってしまったんだ。その結果、一度の労働で30時間以上働いた後に、急に24時間の睡眠に入るなど通常の人間とは違った生活リズムになってしまったぜ。すごい極端な生活スタイルね。しかも、彼女にとってこれが心地よいリズムであったわけでもなかったようで、無理がたたって 10kg 以上体重が減ってしまったらしい。完全に体が悲鳴を上げているわ。さすがにゲームのやりすぎでここまでなってしまう人はいないだろうが、部屋にこもって、太陽の光を浴びないことがどれだけ危険かは分かってもらえたと思うぜ。配信のために窓のない防音室にしている人とか特に気をつけないと。これも単純な方法だが定期的に窓を開けて日の光を浴びながら、伸びをしたりすると凝り固まった筋肉もほぐれていいと思うぜ。まあ、全部まとめると定期的に休憩しろってことね。ここまでネットゲーム、スマホゲームなどについていろいろな問題を紹介してきたが、今ではこれは世界で正式にゲーム障害という言葉が付けられるようになった。正式にってどういうこと？2022年に世界保健機関 WHO が国際疾病分類の最新版にて以前までゲーム依存症と言われていたものをゲーム障害という病名で正式に依存症の分野に加えたんだ。本当に来るところまで来たって感じね。この WHO が定めるゲーム障害の定義はゲームをやりたい気持ちをコントロールできない、日常生活や他の活動をおろそかにしてゲームを優先してしまう、自分の問題を把握しながらもゲームを続けるなどになっている。このような項目が1年以上続いている場合や短くても同様のレベルに達していると判断されると診断が下されるぜ。なんというか日本は昔からゲームの開発の面でもユーザー数の面でも多いのは分かっていたけど、世界でもそんなに深刻な問題になっているのは意外だわ。今回挙げていた例の人たちが特殊なのかと思ってた。むしろ日本はまだ色々と自制ができている方だぜ。そうなの？日本のすぐ隣である中国や韓国なんかはかなりひどい状況になっている。例えば韓国の場合には、ゲーム依存になる人があまりにも多すぎたせいで、2011年の時点でシンデレラ法や、シャットダウン制というのが作られている。もしかしてゲームを強制的にシャットダウンさせるの？その通りだ。このルールでは16歳未満の子供がゲームをする場合には登録の際の年齢情報をもとに、午前0時から6時まで強制的に利用できなくなってしまう。こんな力技なルールが2011年の時点で作られるほどだったのね。しかし、このルールは国民からの多くの怒りを買ってしまった。また多くの場合で、このルールによって罰則を受けるのはメーカー側であることから企業からも批判を受けまくったぜ。てか、こんなの知っていたらゲーム登録の時に適当な年齢にしちゃえばいいじゃない。一応、韓国では住民登録番号というマイナンバーのような制度が古くから使われていて、インターネットを使う時にも個人の番号で実年齢がしっかりと把握されるようになっているぜ。それなら不正はできないのね。いや実際のところは16歳未満なんてほぼ 100% 実家に住んでいるから、両親の個人番号を使って登録すれば余裕ですり抜けられた。ダメじゃん。結局これは子供の頃から個人番号を盗用する意識を助長するだけのルールだと言われてしまった。そんな効果があるんだかないんだかわからないルールだったが、2022年1月1日になって、青少年保護法の改正とともに事実上の廃止になったぜ。120年間は残っていたのね。これはゲームの媒体がネトゲからモバイルゲームなどに変わって規制が難しくなったことや、SNS や動画サイトなど娯楽の幅が増えて管理しきれなくなったのが理由だと言われているぜ。まあ、一律で規制するってルールの加減が難しいと思うわ。それ以外にも韓国では2021年に突如マインクラフトが19歳以上の成人向けゲームに指定されたりといろいろとめちゃくちゃな制度が実施されまくっているぜ。香川県のゲーム条例とどっちがめちゃくちゃかしら。ちなみに中国では2019年に施行された規制によって未成年は平日は 1.5 時間、近土日は3時間までで午後10時から翌朝8時までのゲームを禁止されていた。さらにゲーム企業も取り組みに協力的でテンセントなどは、祝日は1日2時間、それ以外は1時間に制限する方針を出していた。中国はツイッターが使えなかったり他にも規制が強いイメージよね。
また課金額も16歳までは一度にできるのが780円で月額が3100円、18歳までは1560円で、月額は6200円となっている。さらには中国国営メディア経済参考法にてゲームは精神的アヘン。と言ってテンセントのゲームを名指しで批判したことに大きな騒動を起こしたこともある。過激ねえ。でもこれは中国では未成年の 62% 以上がオンラインゲームをやっていて、さらにゲーム依存になった。子供たちが制限に対して両親に手を挙げる、ナイフで切りつける、家に火をつけるといったことまで。したことから結局はどこかで強硬策をする必要があったと言われているぜ。そこまで言ったら規制が必要だって声もわかるわ。ただ日本人も国民の気象的に行動までの心理的ハードルが高くなっているだけで同じような事件が、これからどんどん起こっていくことも考えられる。実際に2020年前後で依存症の人も倍増しているらしいしな。あと最近ではプロゲーマーとかゲーム実況者が増えてきているのもあるわね。専門学校もいっぱいできたりして、しっかりとした大義名分を得てやっている人も増えたでしょうね。ただ同じ時間のプレイでもすでに成功している人とまだしていない人では重みが違う。ゲームに熱中することは悪いとは言わないが体的にも、将来的にもしっかりとリスクヘッジをするべきだと思うぜ。夢に破れて、引きこもって、親に手を挙げる、なんて流れになったら最悪だからね。別のこともしながら将来を見据えるのがいいわね。ということで、今回は健康にも甚大な被害を及ぼすネトゲ廃人の闇について紹介したぜ。どうだった？これ系の話をするたびに本当にここまでのめり込んでしまう人がいるのが驚きだわ。こういう人たちにとってゲームはもはや娯楽ではなく、もう一つの人生になっているんだろうな。でもこっちの人生をおろそかにしたらゲームもできなくなっちゃうし、バランスよく楽しむのが大切ね。それじゃあ、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。